それでは質問お願いいたします。皆さんおはようございます。それでは、令和6年9月の議会定例会提出議案の説明を申し上げます。令和6年9月市議会定例会は9月2日に召集することで本日告示を行いました。9月議会に提案いたします議案としては、抗議案として5件、おつ議案として8件、諮問1件、報告5件の計19件について提案し、ご審議をお願いすることとしております。今回提案する9月補正予算につきましては、安全安心面を高める取り組みといたしまして、小中学校外壁調査事業、豪雨災害対策として排水路等の改良、豪雨等で増加した陥没箇所の舗装補修や交通安全施設の充実など、一般会計で約10億8000万円の補正予算となります。それでは令和6年度9月補正予算の概要につきましてご説明をいたします。前方の画面をご覧いただければと思います。第7次鳥栖市総合計画において特に重点的に取り組む施策を重点戦略として策定をしております。重点戦略を構成する7つの柱のうち、今回の補正予算につきましては4つの柱について予算を提案いたしました。まず子育て支援と学校教育が充実した都市づくりでございます。小中学校外壁調査事業につきましては、令和6年6月23日に発生した都市小学校校舎外壁のコンクリート剥落を受け、建築または直近大規模改修から20年を経過している市内の小中学校を対象とし、外壁調査を行うものでございます。次に若葉小学校屋内運動場増築工事業につきましては、若葉小学校の老朽化した屋外体育倉庫を撤去し、屋内運動場に体育倉庫と防災倉庫を増築するものでございます。旭小学校大規模改造事業につきましては、旭小学校の管理特別教室等及び普通教室等の施設を老朽化に伴う大規模改造事業のための工事及び関連業務を行うものでございます。放課後児童健全育成事業につきましては、社会福祉法人椎原樹形会による放課後児童クラブ緑ヶ丘仮称の創設に伴い、施設整備にかかる費用について補助を行います。また社会福祉法人公営が運営する放課後児童クラブ元気について、運営クラス増及び補助基準額の引き上げに伴い補助額を増額するものでございます。次に、命が守られ安全安心して暮らせる都市づくりでございます。交通安全施設整備事業につきましては、路面表示や区画線の整備など通学路安全対策工事を実施し、交通安全施設の充実を図ります。河川修設改良事業につきましては、老朽化している排水路の補修等を行うほか、住宅倉庫等の浸水、道路冠水による被害が発生している木里地区の大野川改修工事に伴う支障物件の移転を行うものでございます。生活困窮者自立支援の機能強化事業につきましては、物価高騰による生活困窮者の増加に対応するため、生活困窮者支援活動を行う民間団体に対して活動支援を行い、生活困窮者自立支援の機能強化を図るものでございます。道路維持舗装事業につきましては、豪雨等により増加した市内一円の道路陥没箇所の舗装路面補修を実施します。また円滑な通行の確保のため、道路維持及び舗装工事費を増額するものでございます。次に、暮らしに活力と豊かさを感じる都市づくりでございます。大学用地活用検討事業につきましては、九州龍谷短期大学閉学の公表がなされ、学校法人佐賀龍谷学園から大学用地取得の打診があったことから、将来的な土地活用の検討を行うための基礎資料として対象となる用地の不動産鑑定評価を行うものでございます。最後に、市民と環境に優しい都市づくりでございます。自治公民館建設等補助金につきましては、本通町公民館改修工事に対し補助を行うものでございます。
リサイクル施設立地協力金につきましては、佐賀県東部環境施設組合が行う次期リサイクル施設整備事業に伴い、当該施設が立地する地域の生活環境保全等を図るものでございます。ごみ処理施設周辺活性化交付金につきましては、佐賀県東部環境施設組合が行う広域ごみ処理施設整備事業に伴い、当該施設に係る周辺地域の生活環境保全等を図るものでございます。以上が9月補正予算の主な内容となりますが、今回の補正額は10億8076万円補正し、補正後の一般会計予算額は331億8165万9000円となります。私からの説明は以上です。